渡辺シュート引退、 MMA 戦績26勝8敗 KO15 回の一本勝ち8回の判定勝利になり、初代ファイティングネクサスバンタム級王者、第4代 BFC バンタム級王者になります。シュートという名の由来は父がシュート初代ウェルター級王者であることが関係している。ライジンでは井上直樹、朝倉海など強豪選手との対戦経験を持っており、チョークスリーパー、リアネイキッドチョークを得意とし数々の一本勝利を記録した。引退試合は BFC バンタム級タイトルに認定され、見事勝利し王座獲得。今後はファイティングネクサス運営に関与することを表明した。